はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ファイアーエンブレムイフ、今回からアンヤ王国編をやっていきたいと思います。で、この運命の分岐点からですね、こちらで、白夜かアンヤか、まあ第三の物語かって選べるんですけれども、ここから始めるとちょっとね、そのデータを引き継いじゃうんですよ。このショーでセーブしてあるカジュアル、今回ちょっとクラシックでやりたいんで、ちょっと初めからやっていきたいと思います。で、ここはちょっとノーマルで、ハードはね、多分次のトーマ王国でやっていきましょう。で、ルナティックは多分最難関なんで、一手間違えると死ぬみたいなんで、ちょっと無理っすね、自分には。なんで今回はノーマルでここを変えましょう。クラシックで。仲間が死んだら戻らないと。主人公は、まあ女もね、ありっちゃありなんだけど、やっぱりね、恋愛モードがあるんで、このゲームに。やっぱね、男にやって、女からモテないとちょっとモチベーションも上がんないんで、すいません、また主人公は男でやらせてもらいます。髪は変えましょう。髪はこの短髪がいいかな。髪の色か、なんかここら辺完全不良だな。この茶髪にしよう。目あ、出た、病気の目この元気にやったでしょ。で、なんかつけるかな。ほくろか。この眼帯とか完全にな、意味がわからん。もはや口元ほくろでいいや。声、僕は本気だ、信じよう、頼もしいな。うん、これがいいな。もう全然最初の主人公とは違う感じで、まあ、名前はまたミカミックスでいきましょう。ミカミックスと、ほい、オッケー。で、12、これ誕生日とかなんか意味あんの。で、長所、そう、力持ちにしてたんですけど、今回ちょっと流石メインで使っていこうかなと。まあ、ドラゴンに変身するやつですね。あれ全然使ってなかったんで、今回は流石。で、流石は多分魔法武器なんで、頭。で、短所を非力にしましょう。で、素質は、何がいいんだ？魔導士がいいのかな？そうすると。これを見る限り、魔導士にしましょう。OK。で、まあ、これも、とりあえずオンにしといて。追加があるからこれにセーブをして、で、最初の方のイベントはもう全部同じはずなんで、もうどん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 スキップして、で、できれば今回で6章のところまで行きたいけど、時間的にどうなのかな。こういうイベントはもう本当に全部スキップしていきます。で、戦闘もスキップできるんで、戦闘もどんどんスキップしていきましょう。こんな感じで倒れてる。結果だけが残る。キングクリムゾンっすね、これ。これもカットカットと話はカットできなかった。結果だけが残る。キングクリムゾン、ここで、なんかあいつどっか行ったぞ。しっかり、あ、回復してくれるのか。ありがとう、ありがとう。まあ、回復シーンもちょっとカットと。おお、いっぱい出てきた。行きますよ。てかさ、こんないっぱい出てくるマップないよねこいつどっから出てきたんだ。すげえな。いいか、この敵陣の中に一人いるって。で、弓で攻撃して、ここもキングクリムゾン3だけ残る。まあ、最後は自分で倒すと。まあ、一番最初やってた時はここもわけわからずやってたからあれだけど、今回はちょっとよくわかるな。すまない、キャラクターとかもわかるからな。で、無償が終了と。で、これは夢でしたと。でも6章の話ともちょっと違うんすよね。結局本当に夢だったのかな。で、第1章が始まって、マックス兄さんとの戦いと。敵将撃破。この戦いはちょっとめんどくさそうだな。くらえ、キングクリムゾンやばい、俺がやられてる。一口は8しかない。回復しなくては。この回復がめんどくさいな。そうすると一ターンで大丈夫かな。もはやここら辺は全然覚えてないから。キングクリムゾン、やばい、死ぬ。レベルアップ、レベル2か。お、魔力が上がった。
でも最初はな、剣だからな、力が上がってほしいっていうのもちょっとあるけど。いくぜ、くらえ、倒せない。だがこれで終わりだ、キングクリムゾン。お前には死という結果だけが残っている。オッケー、いい食リアここまでで多分5分ちょい今のところで。さっきのレオンの話は裏表がどうだかっていう話でしょ。魔剣ガングレリ、この辺りから若干戦闘に時間がかかるのかな。あー、こいつらかリンカと戦うのか。ただな、死んだらシャレになんないからな、死んだらシャレになんないんで、やっぱり慎重に行きたいから回復の床で戦おう。油断は禁物ですぞ。倒されれば命を失うことになりましょう。そうだな、あのです。あ、回復もできるよ。来るか。てかさ、ギュンターって何職業？ギュンターの、ここどうでもいいよ。ギュンター、グレートナイトだ。強い。上級職でしょ、グレートナイトって。こいつをここに置いとくか、そうすると。で、メイドさんは真ん中から援護する感じで。この布陣で行こう。あー、狙ってくるか。いや、でもゼロだな。効かない、効かない。さすがグレートナイトだ。ちょっとこれももう、環境変えよう。戦闘はもうオフ。で、これもオフにして、ゲームスピードは速いと。こんなもんかな。うん、これでもうどん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 先に進んでいこう。で、終了と。あー、こっちもやってきたか。ミス。寂しすぎる。無駄。おら、おら。強ーい。レベルアップ。ガンガン上がっていくな。魔力とかが上がんなかったか。無駄。無駄。リンカ多分次で倒せんな。11か。フェニシャーで倒せるかな。倒せねえし。なんで自分でとどめを刺すか。くらえ。あ、いや、王国め。おお、めっちゃ経験値上がる。こいつどうだ。8たす6、14。ほら、ほら。よーし。自分がレベルアップしてるし。もう4レベルか。おお、魔力上がった。こいつはちょっと待ち伏せるか。ゲーツーへギュンターとか言って。オッケー、2章もクリア。で、ここでなぜとどめを刺さぬ。とどめを刺さぬミカミックスは処刑だ。だが処刑を免れたければどっかへ行けみたいな話だったよね、確か。どこ行けって言ってたんだっけ。まあいいや。で、この橋に差し掛かったところで、なぜ白夜の者がみたいな。しょうがないから敵を制圧しましょうと。こいつここにいて、こいつ3人仲良く行こう。ハゲは多分動かせないはずだから。お、行った、ハゲ。死ね死ね死ね。お、上はハゲに任せる感じか。よいしょ。よいしょと。でもハゲ確か途中ですぐ死ぬんだよな、結局。ほら、弱っ。下と上、こっちから龍脈使っていくか。あ、この扉を、砦を拠点にするか。まず龍脈でここの道を開いて、ちょっとね、マジほんと死ぬのだけは勘弁だから。 OK、やられる。いや、ハゲマジでやられんな。無駄、無駄。残ったか。ただメイドのレベル上げにはちょうどいい。ハゲ普通に死ぬぞ。 OK、 レベルアップ。ようやくレベル、うおー、これしか上がらなかった。ちょっとこいつここに置いといて。やられたか。これだけ暴れりゃ十分だろうって。アホかお前は。
確かこれ増援も出てきたからな、下の方から。よしよしよし、砦は一人しか行けないから、あげかんきったな。誰を置いとくか、やっぱ主人公ちょっと置いといて、フェリシアをここら辺にして、キュンターをここら辺に置いとくか。そう、待ちだな。もうもう一旦待って、ふんふんふん、オーケーオーケー。アイア王国編だと経験値とかが限られてるから、もうなるべく倒せる敵は倒して、ターン数はもうかかってもしょうがない。てか来ないし、マジである程度進まないとやっぱ来ないのかな。あれ、こっちにもいるのにな。上の敵どうしようかな。ちょっとここら辺に一回置いといて、本当に来ないな。こいつヒットポイントいくつだ。23か、結構高いな。いくつ当たる。14か。くらい。ノーダメージノーダメージ。手裏剣持ってたな。射程2から来んな。そうすると79か。フェリシアで1回ぶん殴るか。そうすると7の95の2ってことは10食らうってことか。うーん、攻撃しとこう。ほらほら、あ、倒した。これもう制圧できんじゃないの。でもな、上の敵もな、倒したいといえば倒したい。制圧できるよマークがついてる。制圧するさ、マックが今まで1個もなかったよね。嫌い。あ、来た。ん、あの増援もただ倒しときたい。くらい。よーし、あの増援を始末してからしよう。天魔武者の、うわ、機動力さすがだな。だがこの攻撃力の前には無意味だ。上の敵どうしよう。いやー、少しでも経験値を稼いできたい気がする。メイドちゃん行け。オーケー。これで4レベルか。4つ上がってくれたな。よし、制圧しよう。もうめんどくさいから。最初の頃はいいでしょう。よし、でこれで任務を果たしたけど、どうなったんだっけ。なんか吸い込まれたんだっけ。あ、落ちるんだ。はい、落ちましたと。白夜の同胞で変なドラゴンのところ行って帰ってきて、後ろから切られて目が覚めたら、ごめんなさい、あそこにいたと。こいつはちょっといけるところ考えて。鈴風、あ、傷薬か。でもちょっと先に訪問しとこう。ありがとうございます。何くれんだっけ。あ、女神像だ、欲しい。天空気がすげえな、なんか。で、鈴風で、ちょっと待って、先に龍脈でここをなんとかしとこう。ほい、このマップもちょっと時間かかりそうだな。で、鈴風はこっちの方行くか。お、つえ、火の粉つえ。ほらほら、この山を越えるのもね、結構確か時間がかかった気がするんだよね。うわー、龍馬に持ってかれた。もういいよ、お任せボタンとかやってる暇はない。凛火で、鈴風でと。来た。くらい、くらい。こいつらの山越え結構苦戦してんな。鈴風ってかさ、白夜の人たちいた。何なの、食らった。結局さ、
仲間にならないからさ、意味ないんじゃない？そう俺は思うんだけど、どうかな。めっちゃ向こうに行ってんな。鈴風自分でヒットポイント回復させた方がいいんじゃないか。日向はね強い普通に強い。さくら攻撃手段持ってないからな、やばいな。ちょっとずつしか進めない。山越えがつらい。ほらやばい、さくら、さくらまずいぞこれ。日の川自己再生とこいつなんで自己再生持ってんだっけ、もはやそれすらわからん。よいしょっと、じゃない、一歩ずつ進んできてる。てかめっちゃ経験値が、龍脈これで進めるはずだ。今火星に行くぞ。くーらえ、鈴風届かない。うおー来たか。7、やばい、死ぬ、死んだ。これ大丈夫？なんか大丈夫そうだなよかったよかった。まあどうせ桜はね死んだとしても仲間になんないから。お、剣レベルが D に上がった。よし、王女は無事のようだな。無事じゃねえし会話大丈夫だ。貴殿は兄様の援軍か。おい、そのお、やった、ミカミックス、まさか。なぜか調合薬手に入れた。やったー、文化頑張れ。下は龍馬にもう任せちゃうか。経験値がもったいねえなー、超強え相変わらずの無双だな。でも結局自分の経験値だけだからな、必要なのは。凛花ととりあえず左右に組ませとくか。で龍脈を使ってと、ほいほいほい、来たか。うおー6、結構食らったな。食えない、よしよしよし。ボスはね結構経験値持ってるから自分で倒したい。9の5いけんな、当たればいける。よーし、おーおー、いいね。さくら死んだけど大丈夫これまあごめん、助けられなかったよ本当に申し訳ない。名乗るほどの名前もないっす。これでアクアと出会ったんだっけ、出会ってないんだっけ。あ、ここでアクアと出会うんだ。で、よし、第5章。なかなかいい感じで来てんな。母と子。これで、母親が殺されて、竜に変身して、すまんな、早々に死んでくれ。あ、もう死んでるわ。あれは。こいつがドラゴンキラー持ってんのか。危険だよと。特攻さくらいるしじゃあこいつは一人でこっちに行って、右にどうしようかな。鈴風一人で大丈夫か。回復役でさくらを持っていくか。でアクアは、私は感じでいいか。よくも母上も許せぬ。あ、そうだ、あいつ食らうとすげえ減るんだ。いいねいいね、どん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 レベル上がっていくよ。あれ、超強い。パラメーターが怒りに震えてるからか。気を抜くな、食らえ。魔法くらい、謎の兵結構強い。まあいいや、
俺さえ、あ、ドラゴンキラー持ってるやん。こいつおびき寄せた方がいいのか。いや、リンカで行くか、ちょっと一回。リンカを前線に出して。これでちょっと一回やめよう。こいつはちょっとリョーマに任しとくか。狙ってきた、さくら。ほら、ほら、弱。アクア弱。うおー、死んだ。リンカがやられた。マジか。しょうがない、お前はもう死んでてくれ。いやー、マジか。これドラゴンキラー持ってるけど一発で倒して、これアクア死んだらマジやばい。アクア死んだらやり直す可能性すらある。とりあえずこいつぶん殴るだろ。ほい、リンカはしょうがない、もう死んでも6と。で、サクラはちょっと逃げよう、これこっちの方に。うわ、狙ってきた。ミスった、すげえ食らった。リョーマやっぱり食らうとすげえな。アクアもやばい。うわ、死んだ。リョーマやられた。リョーマ兄様ダメです、下がってください。お前はよくここまで減らしたよ、あとは俺に任せろ。鈴風で倒すか。いや、もう死亡者が出てるよ。だってこれ白夜王国編だったらきつかったな。さくら逃げよう、だって関係ないもんね。歌うと。で、こいつ、あ、こいつ動かないわ。あと一発ぶん殴れば多分倒せるっしょ。80%。こいつ何だったんだ、そういえば。グオア、これほどか。この謎の兵の謎も解けてないな。謎の兵の謎ってなんだよって感じだけど。うおー、大猿化は免れた。お、これはあれかな、連れ去られた時のシーンかな。宿の神を手に入れた。龍石を手に入れた。よしよしよし、これでようやく6章だ。ここからが始まりだ。じゃあやってきますか、その手が気づく未来。無事か。無事だよ。さあ行くぞ。気をつけろ兄。パカラッパカラッと。ああ、よかった。何を言う。へえ、誰が死んだんだっけ。騙されるな、リンカか。リンカここ出てこねえか。さあ、いやー、リョーマ強かったよなお前。匠も強かったよな。ヒノカは弱かったな。そうすると立ち位置に、匠の立ち位置はレオンか。さあここで選びましょう、アンヤ王国を。てん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 。一応まあ第三勢力もあるんですけど、これは最後にやりましょう。アンヤ王国、限られた経験値やお金でどう戦うかを楽しむことができます。はいと。6章、闇へと進みゆく。闇に落ちたのかこいつは。兄さん、兵を引いてくれ。まさか。ミカミックス、すまん。リョーマ兄さん、俺はあなたと共に戦うことはできない。何、なぜだミカミックス。お前も見ただろう、アンヤ王国のやり方を。そいつらは白夜王国を、これなんて読むんだろうね、母上を殺した憎き仇なんだぞ。ああ、分かっている。アンヤ王国のやり方が許されるものではないということも、この人たちが俺の本当の兄弟ではないということも。それでも俺はアンヤ王国側につく。なんてことを言うんだ。分かっているのならなぜアンヤ王国側につく理由がある。お前は白夜王国の王子なんだぞ。
本当ならお前は俺たちと共に白夜王国で育つはずだった。それなのにお前は自分を連れ去った敵国のために戦うというのか。兄さん、それでも俺はやはりこれまで俺を支えてくれたみんなを、ずっと共に過ごしてきた家族を裏切ることはできない。よく決断したミカミックス。お前の言う通り、私たちとお前は一滴の血もつながってはいない。だがお前がアンヤ王国に来たその日から、私にとってお前は本当の兄弟だった。だからこうして私たちの元に戻ってくれたことを嬉しく思う。父上だってきっとお参りの帰りを喜んでくださるだろう。それはどうかな、マークス王子。ガロン王はミカミックスを殺そうとしたのだぞ。何？いいか、あの広場の惨状はミカミックスの持っていた剣の爆発が原因だ。ミカミックスは母上にかばわれなかったら、その剣の爆発で死んでいた。ガロン王が本当にミカミックスを大切に思っているのなら、そんなことをするはずがないだろう。それは本当か、ミカミックス。ああ。だが父上の口から直接事実を聞いたわけではない。だから俺はもう一度アンヤ王国に戻らねばならない。てか会話違和感あるな、すげえ。真実を明らかにするためにも、俺はもう一度あの城に戻るんだ。させるものか。くるか、こいつ強いんだよマジで。うわ、やられた。かかってこい、ミカミックス。城に戻る前にこの俺と戦え。リョーマ兄さん、容赦などいらない。容赦してる暇ないからな。どうしてもアンヤ側につくというのなら、この俺を倒してからにしろ。お前がつくべき国はこちらだ。アンヤ王国側につくなど許さん。人痘ヤトの神を白夜王国に向けるなど、母上に何と言って詫びればいいのだ。そうか、ヤトの神はパクったまんまか。いや、ジークフリートもかっこいいよな。下がれ、白夜の王子。これ以上ミカミックスに手を出すことは許さん。諦めるものか。俺がミカミックスの目を覚まさせる。どうせお前たちがアンヤ王国でミカミックスをそそのかしたんだろう。ザレ事、私たちはそそのかしてなどいない。ミカミックスは自分の意思で私たちを選んだのだ。今馬のお尻がプリプリプリってなってた。お前たちのやり方は分かっているんだ。いつもいつも卑怯な手を使い、白夜の民を苦しめる。せめて正々堂々と戦い、俺に勝利してから物を言え。面白い。その勝負受けてたと。貴様とは一度戦わねばならんと思っていた。やめろ。二人とも偉そうだなお前。マックス兄さん、ここは戦わずにアンヤ王国に戻ろう。これ以上戦えばまた犠牲が増えるだけだ。口調が変わっただけでだいぶ偉そうな感じになっちゃったな。そういうわけにはいかないよ、レオン。いいかい、ここで引いたら僕たちが逃げたと思われる。ミカミックス兄さんが自分の意思でこっちについたことを証明するためにも、今ここで堂々と戦うべきなんだよ。そうね、私たちは何も間違ったことはしていないんだもの。ミカミックスは私たちの味方、私たちの弟なのよ。大丈夫だよミカミックス。お兄ちゃん、私たち絶対負けないから。そんな、カミラ姉さん、エリーゼまで。さあ来い。貴様らアンヤの手先など、この人痘、雷神島のサビにしてくれる。準備はいいのか。いや、準備はいいか。ヒノカ、タクミ、サクラ。ああ、無論だ。一度ならず二度までもミカミックスを渡してたまるか。ぶっ潰してやる。母上の仇はここで撃つ。私も力になります。だから戻ってきてください、ミカミックス兄様。命知らずめ。この暗黒剣、ジークフリートの力、とくと味わうがいい。カミラ、レオン、エリーゼ、準備はいいか。ミカミックスはこの私が絶対に守ってあげるわ。負けるわけないよ。僕たち兄弟の力を見せてやろう。よし、私も頑張る。みんなでアイアン王国に帰ろう。参る。覚悟しろ。戦いが始まる。おー、間に合いました。フェリシア来たか。ご無事でよかったです。フェリシア、どうしてここに。ここら辺のやりとりは一緒かな。敵を4体撃破か。敵4体か。
どうすっかな。いや龍馬強えんだよマジで。マックスでな勝てるかどうかって言ったらかなり怪しいものがあるからな。ちょっと龍脈使おう。ここで援護が欲しいな。なるべく回復できるところで龍馬と戦わせて、でこいつはここでレオンの援護を受けつつフェリシアで回復してもらうと。よしこれでいこう。エリーゼ一応な、エリーゼこいつの回復役につけたいから。よしこ来るか。やっぱりね、あんたは信用できないやつだって最初から思ってたよ。特に龍馬兄さんたちもバカだよね。こんなやつを信じるからこうやって裏切られて悲しむんだ。僕はそんな真似はしない。僕なら何の感情もなくあんたの息の根を止められるさ。うわっやられた。ちょっと待って、これいきなりゲームオーバーじゃねえか。だよねマジかよ。あ、はいはいはい、ちょっともう完全にここはカット。いや、つえーわ。こっち、はいはいはい、闇へと進みます私は。とりあえず巻き戻そう。ってことは絶対こいつ、こいついけねえかんな。やっぱりこれは使っとくべきだな、龍脈は。でここまで撤退するか。こいつがうわここまで来るか。エリーゼ多分危険だからな。やっぱこの危険区域を走っとかないとダメだ。おお来た。動いた。こっからだな。こいつここで3、あー2で狙ってくるんだ。 55% 55% 2分の1か。どっかいいとこないかな。全部平地か。ここ林のところに逃げ込むか一回。でどうする。こいつ絶対死ぬ、絶対死ぬさっきからうるせえって感じだけど、こいつもどうしよう。25だったら耐えられるかな。同人組むとどうなる。いやーちょっといいや、待機しとこう。匠はそうだ、射程1から攻撃しとこう。あっちへ火の環になってんのか。ってことはフェリシアをこっから狙って大丈夫だよね、反撃食らわないよね。まあ能力をとりあえず下げて、ほいガードされてるし。でこいつまた死ぬよこれ。流石だ、そうだ流石で。どういうことだ。そうだ姉さん、俺はお前らの牙を埋めて。うわ痛い痛い。レオンで倒すしかない、もうこうなったら。くらえ。よしさよならな。いやレオン経験値入んねえわ。いった、覚悟しろ。フェリシア死ぬなよ。うわ1かよ。これで倒せるか。倒せるね。 84% ふう、匠頼む死んでくれ俺のために。危ねえ。これで3人。だってフェリシア死んだらもうダメでしょ。ちょっと待って待って、回復届くか。いや届かねえわこれ。フリーズ効くのかな。1、2、3、ここ辺か。ちょっとフリーズ打っとくか。フリーズ76%。よしこれで動けなくはなったか。ここら辺林か。20パワー、
回復しとくか、特効薬で。でもうこいつダメ、絶対死ぬ。レオン前線に押し出して、こいつがどこ、うわこいつここまで来るか、来た。悲しい戦いですね。そうだな、強いな、お前くらえ。よし、当たった、当たった。経験値手に入んない、手に入んないけどしょうがないよ、マジで。あと雪村倒せばだって終わりか。こいつで隠しよう。危険チャイル、あ、入らないな。ってことはやっぱ自分で倒した方がいいな。下がろう。でこいつとこうだな。来ましたか。どうしても白夜王国側には戻れないのですね。ああ俺のいる場所はやはりあの国なんだ。困りましたね。もし巫女様が今の言葉を聞かれたら悲しまれるでしょうか、それとも我が子の選んだ道ならと微笑まれるでしょうか。雪村さん、まったく、それを伺い知ることはもはやできません。ですが私は白夜の軍師としてあなたを暗夜に渡すわけにはいかないのです。6、きつい、マジきつい。回復、とりあえず回復させておこう。これ全開になるよね。であとは28か、一回ちょっとこうやってぶん殴っておこうかな。倒せんな、これは絶対倒せないでしょ。死ぬ、死ぬのだけはマジ勘弁。うわこいつも危険だ。減らしとくか。ほらで最後自分で倒して終わりと。そろそろ戻しとくか、環境のオンを。いやーほんときつい、 88% 当たらない可能性はあるからな、これ。はぁ、ヒヒーン。巫女様、これ何、兵士いっぱいいるの。これは引くしかないようですね。申し訳ありません巫女様。レベルアップ、8レベルか。魔力だけ上がらない。おお、きつかったー。てか一回ゲームオーバーになったし。龍馬兄さん、みんな、白夜王国の王子である俺が暗夜王国側につくなど許されない裏切りだということは分かっている。だが俺は暗夜王国の側からきっとこの戦争を終わらせてみせる。だからこのまま俺を行かせてくれ。あ、なんか来た、ミカミックス。奥を。ねえ、行くの？あなたどうしても行くの、ミカミックス。ああ俺は行く、何があろうと。俺の家族はやはり幼い頃から一緒だったあの人たちなんだ。そう、それがあなたの選んだ道なら私は止めない。いつかまた会えるわ。だから今はさよなら。去ってった。アクアはでも仲間になるよね、いつかきっと。お、こいつら。お、え、リリスって私たちとお城にいた厩舎係のリリスさんですか。ああここは多分一緒だな、下りは。これであそこに行くんでしょ。あ、そうだそうだよな。また町づくりも一からか。ありがとう。はい、というところで、暗夜王国編始まりですね。今回はクラシックモードなのでかなり戦闘に緊張感が出ますね。まあ、主人公がやられると先ほどみたいにゲームオーバーになってしまうので、まあ、それがあった時はやり直しで、まあ、仲間が死んだとしても基本リセットはなしでやっていこうと思うので、今回はこれで終了して、まあ、次回からクラシックモードの暗夜王国編、やっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。